じゃあ次、こいつ確実に倒すぜ。ボコボコにしてやる。シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よっ、去年から命中石が気にして3体使って9の子をやっていくってやつだぜ。で、今回この期間9の子やってねえから、近畿の子やってねえから、重心構え3体使ってやっていくってやつだ。でも重心構えでも十分9の子に対応する力を持ってるから、今回それを証明していくってやつだ。で、今回右側に紹介していくのは重心加護のステータスで、一応重心構えのステータスも軽く説明するから、もうほんと軽くそれは了承してくれよな。うっ、オッケー。そんじゃあ、荒御霊、いつも通り右側に焼き印でステータス頼むぜ。たぎってたぎって仕方ねえんだ。ステータス右側に押しとくぜ。そんじゃあ荒御霊が押してくるから確認していこうじゃねえか。で、その前に重心構えのステータスはアンチウインド、鉱物キラー L で、ゲージでアンチワープで、いろいろ情報修正入ったけど、まあ、使えるとこがなく、まあ、あるけど活躍することはなく、今回の重心化で相当な、まあ、改造があったってわけで、今回の重心化後のステータスのポイントはビーラ適正、ほんとそれだけ、まあ、それだけじゃねえけど、ほんとにそこが一番か。まあ友情とかも踏まえても結構使える場所増えたが、まあ、一番のポイントとしてはビーラ適正。そんじゃ確認していくか。貫通バランサー陣、アビリティ、アンチワープ、レーダーストップ、ゲーショット、アンチブロック、原用キラー M。で、この原用キラー M が2倍なわけ。威力がすみちゃうだけ。で、レーダーストップでリーダーのクロスレーザーも防げるし、ゲーショット、アンチブロックで、まあ、あのステージを、あのクエストを立ち回るわけだが、これゲージでアンチブロックなのもいいところだよな。回復するときはゲージ外してポポポポポと回復できるし、っていくところで、この原用キラー M がさらにポイントを、これでビーラーに対して相当ダメージが出せるわけで、さらにこれ面白いのが、今後もし近畿の子とかがまあ追加された時、おそらくまあ原用的なものが出てくるはずで、今回の22の5区ですらあのたまたまがまあ原用だったわけだから、あのサタンアルファが活躍したつうことは、いずれはもしかしてゴーデスが出てきた時活躍するんじゃないかと思って、今後もまあ期待できるキラーだわけで、ラックスキルクリティカルによって、この原用キラー M とか、まあ、相当一気にバーンってビーラーを飛ばせるわけ。で、まあ、そこから確認していくんだけど、SS を踏まえてみると、まあ、本当に攻撃力を上げるシステムがすげえ整ってるわけ。で、SS が一定期間自強化。これ16プラス8ターン。で、2段階あって、1段階目が 1.25 倍。で、次のターンの行動、次の命の行動終了時まで、要するに2回パワーアップ状態で打てるわけ。で、2段階目は、まあ、24ターンで打てて、1.5 倍。これもなかなか期待できる。で、このクリティカル、原用キラー M、さらに SS2 段階目が一気に発動した場合、かなりの威力になるんだね。さらにその時ダメージを受けまくってよ、最高の状態で弱点ついた場合、本当に楽しみすぎるぜ。だから、まあ、同族過激とか、まあ、あとビーラーだったら、まあ、本当に失敗した場合怖いから、照明削りとか、まあ、そういうのがおすすめだから、まあ、基本的に過激系で埋めていくのが、まあ、無難かな。で、まあ、こいつ完璧なる攻撃タイプだから、まあ、長領や小町と比べて回復する手段が、ね、まあ、小町って要するに、ま、失敗した場合、暴れまーってダメージを踏みまくって、全然ダメージも稼げなくて、もう負けた時に最後に敵に振れたり、ダメージ、あの、ヒールウォールに振るだけでも回復できないのか、まあ、小町の場合はその、ドレイン。敵に一回でも殴れば回復できるが、こいつはそれがね、さらに長領の場合は、ヒールウォールを引くことができる。だからヒールウォールを引くことによって、まあ、最後に触れただけで、まあ、生き延びることができる。まあ、そう考えると、まあ、感染技にもあるし、まあ、そういう風なサポートのモンスターと一緒に組み合わせることが、まあ、一番重要だということはわかるぜ。で、さらに友情、反射クロスレーザー、EL、サブ、長距フレーム。まあ、これも、ビーラではいい仕事をするのかもしれねえが、今回の9の奥茶、全く意味ねえ。つうか、普通に重心が5のステータスだから、重心化前の友情、全く意味がねえ。9の奥は友情もクソもねえクエストだからよ。で、さらに、HP24173。今回のこの重心化の中で比べると、まあ、これ結構いいところ。普通に体力多いんじゃねと言える感じ。で、アタック25252。で、このアタックの高さもすごく重要。まあ、ゲージもあるし、これで25250ですよ。この SS も、原用キラーも、クリティカルも全部含めて、もっと下げられるのかと思いきや、普通に攻撃力は高い部類。もうバランスだぜ。さらに見てもらうとスピードが 405.62。なぜこんなに速い？え、
ちょっとなかなか。で、こうステータスを見ていくと結構やばいんじゃねって思ってくるよな。意外とかなり強化された獣神化の可能性が出てきた。だからさっきも言った通り、本当に近畿の今後の、まあ、追加された層とかで本当に活躍する可能性もある。それがすげえ楽しみだな。まあ、そういうわけよ。そんじゃ、この、見ていこうか、こっちの方。で、ここマジ入れ番したら本当にやられちまうから、とりあえず冷静に。で、今回のこの重心構えもアンチウィンで持ってるから、まあ十分対応できるわけ。で、さらに、まあ解説すると、こいつの SS、俺、なんかウィンドウもしかして壊れるんじゃねって思ったけど、ちょ、詳しい、あのウィンドウのあの、シールドンとかビットンどうなるかちょっと俺まだ分かってねえから。でも壊れなかったんだよな、これが。普通に SS 使っても壊せねえ。この SS が、シールドンかなビットンかなどっちかを破壊すんのよ。ちょっと一応確認しとこうか。一応確認すると。ビットンに大ダメージ。契約完了。を出してくれるんだが、どうやらあいつは、まあ、シールドン扱いなのか分かんねえが、壊れなかった。さあ、ボス戦やっていこうぜ。とりあえず弱点来なかったから、横勘でボスと聖騎士の間挟まって大ダメージで稼ぐ。さあ、こっからやることは。どうしようか。まず、あの弱点来たから、聖騎士と、あ、待って、でもガイドを使いやす。あれ？あ、これ。これダメージ出せんじゃねえか。オッケーオッケー。で、うん、次どうしようか。とりあえず、あの弱点だからまたハマるぜ。うわ、マジかよ。ちょっと思ってきたが、これ結構難しいチャレンジ、もしかして。ちょっと待って。ここにはまっても全然ダメージ出せねえ以上よ。これもしかして本当にオベロンしかダメージ出せねえパターン。マッチ狙うぜ！うわあ！ま、でも十分、十分ダメージは稼げてるが。ちょっと普通に反射だから結構余裕かましてきたが、マジで結構やばいパターンだったら怖えな、これ。だってこれだぜ！このパワー！このダメージ！次のオベロンにめっちゃかかってる。で、ボス2では、オベロンのレーザーで、まあ、ミリ残しまで削れるから、それはいいとして、ラストゲージマジでオベロンで上にはまらねえと、多分殺せねえ。削りきれねえ。次のオベロンは弱点が下に来た場合、下に潜り込んでダメージを出す。弱点が右に来た場合は両側に上がっていく。どっちも入れ番声がやっていくしかねえ。で、上に来た場合はもう関係ねえ。もう諦めよう。よし、オッケー！入れ番声けど。で、これちなみに、このパワー！チャレンジ5回メイクで。で、1回目、マジ普通に、さっきと同じ状況で、オベロン入れ番して、久しぶりにリアルに、ぬいぐるみぶっ壊した。普通に入れ番してよ。ガガガって壊しやがった、ほんとに。さあ、聖騎士ならハマるぜ。おいおいおい。まあまあ、オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。さあ、オベロンのターン来たら、レーザーでもうワンパン。ちゃんと隠れ弱点も狙って撃つ感じでやっていくぜ。ね、今ちょっとあの魔導士倒そうと思ったが、意味ねえな。魔導士の左の2ターンは、あのレーダーの位置を変えるわけ。次、横になる。オベロンターンには横になってるから、倒す必要ねえ。ここは冷静に、ぬいぐるみをぶっ壊しに行くってわけ。いや、ぶっ壊さねえけど、クロスレーザー当たらねえように、さらに、ボスの体力も削るっていうパターン。上がいいよな、これは。入れ番してオベロンずらすのも怖え。おい、レーダー引っかかるんかい！まあ、オッケーオッケーオッケー。十分オッケー、十分オッケー。
さあ、完璧よ。弱点、結構当たってんじゃねえか。契約完了。ジョレンさん。このパワー！オッケー！で、オベラもめちゃくちゃいい場所。ちゃんと上に潜り込めるぜ、これで。さあ、ラスト！油断せずに行こうぜ！まずは雑魚処理。左下の暗星騎士がボスより強いからな。早速ハマっていこうってんだ。おい、そっか、横からならあそこは入りやすいが、あの場合は左から入った方が良かったな。うわー、危ね。さあ次、こいつ確実に倒せ。ボコボコにしてやれ。あれ、さらに上倒して。それ、あの銘が囚われてんのよ、魔導士に。倒せね。まあでも下に弾きゃ倒せるか。縦側になることを信じて。オッケー、いい感じ。え、ちょっと待って、これこの位置上入れんのよ。で、これ上弱点来たら終わり。マジでしゃ、終わった。見とけよ、この角度。こうし、こうなんの。これあんまり知られてねえけど、あの角度入れて最後ガガガってなることが多い。よし、終わった。オベロンが強いという夜会。お試しあれ。いいから、そこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。